武道館が作った映像を見ていただくと分かるんですけど、昔の柔道ってこんなことしないんですよ。今の柔道ってこれが前提でしょ。外人さんがこうやってムンズ掴んできたり、こうやってムンズと掴んでくるから自分も抵抗対抗するために同じように掴み始めた。柔道の凋落ってそこから始めたんだなと思うんですけど、あの頃の三船さんの映像に出てくる6段以上の赤潮だんだら帯の人って握りません、つまんでる。つまり昔の柔道ってこれが前提なんですね。でそれで横にパーンと張ってるから崩せるよね。でこれでお互いにこちらお互いに張り合ってるから横にしか動けないんですよ。だから柔道一直線で鬼の木村が監修をしてたって、昔の柔道の試合って前後に行くようなことしないよと、横に横に行くんだよっていうのを説明してるわけですけれども、ですから相手も自分も相手を釣り上げる技術があった。これって握っちゃうと上げられません。なぜか力使い果たしちゃってるから上げる技術がないんですよ。まあもともと上げられないってありますけど、これが昔の柔道の形です。相手を手の内だけひょいと持ち上げられるよねっていう、相手を掴んだだけで崩せるよねっていうのが昔の柔術からの流れです。ですから合気道なんかでも握られた瞬間にすぐパッと止めに来ます。でその後、まあだから袖絡みなんですよね。袖を取られたらツッとすぐ止めに入る、それは相手が崩しに来るっていうのを分かってる。これができるよねっていうのが分かってるからそれをすぐ止めに来るんです。襟なんかでも持たれたらスッと止めようとする、それは当たり前なんですよ。持たれてフッと投げられて殺されちゃうからです。だから柔道の昔の三船さんあたりまではこれが当たり前にできるよね、もう6段以上になったらこれができるよねっていう前提で握らずに掴んだ。今の柔道は分からなくなってしまう。それはなぜかというと試合が大事だからです。昔の稽古で言えば最後の15分か20分ぐらいやっていた乱取り稽古が、それ以外の残りの8割9割はずっと技の研究をしていた稽古が、試合に勝つための乱取りが稽古の中心になって、そうなると勢い力が入ってっていう、で1つか2つの技を磨けばとりあえず試合には勝てる。でも本来柔道対柔道の戦いって同種格闘技戦って、まあ、空手もそうですし、ボクシングなんかもそうですけど、同じ技術で戦い合うというのが試合になってしまいました。興行だですからね。そういう意味では本来武術が使われる局面というのは一種格闘技戦です。相手がボクシングに対して自分の大統領でどう戦うか、相手の柔道に対して自分の大統領でどう戦うかっていうのが本来の筋です。でもそこで最低限のこととしてこれできるのか、掴んで崩してできるよね、掴んで崩してひゅいっと当てられるよねっていうのは当たり前のことですから、お互いにつまむだけです。つまむときにこうじゃないですね。指の力を使ってで引き寄せてから今の柔道始まってますけど、そうなんです。崩せるよね、つまんだ状態から崩せますよねっていうのは前提です。昔のヤクザなんか、まあ、今の喧嘩でよくやったって言いますけど、こうやっててめえこの野郎上がらないですよね。つかむからです。だから喧嘩の時にこうやって胸ぐらをつかんでっていうのは、昔の武術家はごく当然のことで、これができるっていうのを見てた素人が自分もやろうと、相手と
こう胸ぐらを掴んだ時に、だからこんな無理、そうだよ、つまんでひゅっと上げるわけですよ。はい、我々でやる襟を掴む、袖を掴むっていう時何やってるか、手の内を使ってるんですね、やはり。で、ここで茶巾に近いような形でこれでかけてます。で、これを引っ張り上げてるんじゃないんですよ。相手の軸や重心をひょいと持ち上げてるだけです。ここを掴んでこんな引き下ろして、崩れるはずないんですよ。こうやって掴んでこうやればなんとかなるかもしれないっていう状態なんだけど、これだけつまんで手の内作って、でここを引っ張ってるんじゃないんですよ。相手の軸をひょいと、帯取りなんか大統領でもよくありますが、相手のここを取ってこれを持ち上げようと上がるわけがない。手の内を作ってスッと持ち上げる。手の内を作れるか、これに全てがかかっています。こうやって手の内を作って相手とコンタクトができている、だから相手の軸が持ち上げられるよねっていう構成でこれらの技はできています。ここを持ち上げない、で持ち上がらないからみんな握り始める。で、あとは腕力で、特に外人さん、両力が強いですから、こんな感じで相手を崩せる。それは力なんですよね。単なる力に過ぎないから技術ではない。ひょいっとできるっていうのが、昔の、先ほど言いました、武道館を作ったあの映像を見てると、随所に見られます。三船さんはそこら辺あんまり見せないんですけれども、でも少なくともこれができるよね。それが前提になります。手の内を作れるか、手の内を作って相手の軸を持ち上げる技術ができてるかどうかなっていうことです。で、ここで持ち上げてるのは別に普通の腕力でもいいんですけれども、腕力でやるとやっぱりこう握りたくなるんですよ。だからつまんで、例えば前の三角筋でふっと持ち上げるでもいいです。後ろのローテーターカフでよいしょって引っ張ってもいいです。右後腕筋でひょーっと回してもいいです。持ち上げる技術は肩の周りにたくさん筋肉がいろいろついてますから、どれを使ってもいいです。ただ前提として手の内作れるかなと、手の内を作ってコンタクトできるかな。で、これは衣服を通じて合気をかけれるかどうかという命題になります。直接肌に触れてかかるよねっていう、でも実際の現場、相手の手肌が露出している場面って、特に相手が長袖でやったりなんかしたらここにしかないんですよ。でもここで全部衣服は捕まえられるでしょ。そうしたらだから我々は衣服を通じて合気をかけるという、後ほど道具を使って合気をかけると、相手二刀剣やそういうものを説明をする機会があると思いますけど、この場合は衣服をつまんで相手がかけれるかなっていうことが大前提になります。つまり手の内が完成形になっていないとかかりません。